松方孝二郎から1950年6月24日は、日本の実業家、政治家。川崎造船所社長、衆議院議員、美術収集派、エール大学、ソレボンヌ大学卒業。父は、明治の元君で第4代、第6代内閣総理大臣の松方正義。弟は、実業家の松方正夫。妻は、久喜高義の次女よし子。 男事情あり、娘、花子は、松本茂春夫人。その娘で、康次郎の孫の三沢は、牧文彦にお召す。1889年、イェール大の学友と1865年、薩摩藩士、松方正義の三男として、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在、新た村に生まれる。1875年、明治政府公館に就いた父。 正義の住む東京に移り、翌年1876年9月に海軍との関係が強かった、公玉塾用年下に入塾。1878年に同中年下に進学。さらに、教立学校で学び、1881年に東京大学予備門に入学した。1883年に東京大学の学生運動第一号と言われる。 明治16年事件に関わり、学位授与式をボイコットした。これは、学位授与式の運営方法をめぐって、かねてからの学校側の学生に対する管理強化に、学生の不満が爆発したものだった。翌年1884年に、東京大学予備門を中退。同年4月に渡米。ラトガーズ大学に、入学の後、イエール大学に転学。 法律学博士号を取得し、1890年、帰国。1891年第一次、松方内閣組閣に伴い、父の首相秘書官となる。一時、新聞事業経営や関東に就いたが、1894年に、何和火災保険の副社長に就任し、関西における、財活動を開始した。1896年、川崎財閥創設者で、 高次郎の米国留学の費用を負担するなど講師に渡って関係の深かった同郷の川崎昭蔵に要請されて株式会社川崎造船所初代社長に就任。この時、川崎造船所は川崎昭蔵の個人経営から改め株式会社として再スタートした。それをきっかけとして大阪製味工業、神戸ガス、神戸新聞社、 神戸三橋、九州電気軌動、九州土地新宅、川崎汽船、国際汽船、新興クラブ、ベルベット石鹸、日本ゴム定鉄の社長に就任し、その他11社の役員を務めた。さらに、神戸商業会議所、回答、1912年には、衆議院議員に当選し、大議士も務め、神戸の政財界の挙党であった。神次郎が、 先導に着いた川崎造船所は、川崎肖造の計画していたカンドックの建設を、皮切りに、攻めの経営を展開し、折からの国家的規模の造船国産化の追い風もあり、業績を順調に伸ばした。また、1894年の日清戦争、1900年の北進事変、1904年の日露戦争の勃発により、 国家的規模で軍備強化が推進される中、呉の海軍交渉に労働者を派遣し、増艦技術を学ばせ、また呉に近い宇治名には出張所を設け、海軍との交流を深めて海軍からも増艦の受注を受けるようになった。当初は小型艦艇の組み立てや修理を請け負ったが、やがて大型艦の造船も請け負い、川崎造船所は民間では三菱造船と並ぶ。 軍艦造船会社にまで成長した。1914年第一次世界大戦が勃発。本来、造船業は受注生産が基本だが、世界的な商船不足を予見した孔次郎は、受注前にあらかじめ船を大量生産する、ストックボート方式を用いて莫大な利益を上げた。しかし、1918年に第一次世界大戦が終戦し、 ヨーロッパの造船会が再稼働して、世界の船舶需要が供給型に転じたことにより、大量の在庫を抱えることになる。また、1922年のワシントン海軍軍縮条約締結では軍縮による軍艦建造縮小の煽りを受け、さらに1927年の金融強行を決定打に、川崎造船所は事実上の破綻を喫する。次郎は、 不況の中でも積極策を続けたが、設立した商船会社も利益を生まなかった。金融強行では多くの銀行が取り付け騒ぎで休業に追い込まれ、川崎造船所に巨額の融資を行っていた兄の松方岩尾が、頭取りを務める十号銀行も1927年4月には休業を余儀なくされていた。関係が強く、 大口債権者であった軍部の支援によって、川崎造船所の倒産は免れたものの、高次郎は、不強化で、積極経営を強行した責任を取り、勤めていたすべての会社の役員を辞任する。その後は、衆議院議員を1936年から連続3期、勤め、国民施設として渡米し、国際的に活動した。戦後、 大政翼3会の推薦議員のため公職追放となった。追放中の1950年死去。川崎造船所社長として流星を誇った第一次世界大戦期に日本における本格的な西洋美術館の創設を目指しヨーロッパで買い集めた絵画、彫刻、浮世絵は松方コレクションの名で知られ、その一部は 国立西洋美術館の母体となった。第一次世界大戦中の1916年、戦火の中で都営した孔次郎は、フランク・ブラングインの戦意公用ポスターに感銘を受ける。孔次郎は、本業の激務の合間を縫って、ブラングインを訪れ、二人は立ち間地域と合した。日本における本格的な西洋美術館の創設という孔次郎の壮大な悲願は、 ブラングインとの交流の中で芽生えた。西洋美術館の設立計画はかなり具体化しており、孔次郎は東京、麻布の仙台坂に美術館建設用地を確保していた。ブラングインは孔次郎の計画をもとに石膏製の建築模型を作っており、設立予定の美術館のとも楽美術館という名前まで決められていた。 友楽美術館の名前にはコレクションを秘蔵せず、国民が等しく美術作品を楽しめるようにとの、孔次郎の思いが込められていた。第一次世界大戦後も孔次郎は、ヨーロッパに渡り、パリを中心に、ロダン、ゴーギャン、セザンヌ、ゴッホラの作品を次々に購入し美術品収集を続けた。なお、この時期は孔次郎が展開した川崎造船所の、積極経営策に、 陰りが見え始めた時期と一致する。印象派の巨匠、クロード・モネをたびたび訪れ交流を深め、大量に、モネの作品を購入している。高次郎は、モネの画家人生の集大成と評される、水蓮、柳の繁栄を、モネ本人から直接購入している。1916年から約10年間、高次郎はたびたび、ヨーロッパを訪れて和画廊に足を運び、絵画。 彫刻から家具やタペストリーまで膨大な数の美術品を買い集めた。現在は東京国立博物館が所蔵するパリの宝石賞アンリベベールから買い受けた約8000点の浮世絵を含め作品総数は1万点に及ぶと言われている。しかし、戦術の川崎造船所の破綻によってコレクションは売り立てられ国内外に参逸作品の一部は ロンドンの倉庫火災で消失し、第二次世界大戦末期には、フランス政府に敵国人財産として取り上げられる運命をたどることになる。国立西洋美術館は、1959年にフランス政府から寄贈された松方コレクションの受け入れ機関として、東京、上野に設立された。間接的にではあるが、 日本における本格的な西洋美術館の創設という孔次郎の壮大な悲願は多くの悲劇や参加を乗り越え、右与曲折を経て達成されたと言える。松方は思い切ったいたずらをする人物だった。神戸にある川崎造船所の構内に海軍の監督官の事務所があって、そこからドックへ行くのに広い道路を横切らなければならないが、雨の日は道がひどくぬかるむ。 そこで海軍の監督官が道を横切る地下道を建設するように川崎造船所側に要求した。川崎造船所は得意先の海軍の要望だからと注文通り地下道を建設した。そして松方はこの地下道に海馬楼という名前をつけ額にして入り口にかけて越に行っていた。海馬というものは海の上からくぐりまた海の上に出る。 地上からくぐって、また地上に出るのだから、かいバローという説明なのだが、松方の思いつきはそうではなかったようで、海軍の馬鹿野郎の通る道というつもりだったらしい。そのうち海軍の方でも感づいて馬鹿にしておると、憤慨する者もいたという。ありがとうございます。